立花、あんたって彼氏いない歴何年？マジそういうこと聞いちゃダメだって。だってあいつ面白い面白いんだもん。彼氏どころか友達もいないだろ。そういえば一緒に誰かというとこ見たことないよね。もしかしたらあいつの声も知らねえかも。別にいらない。彼氏いない歴っていうか友達いない歴16年なんですけど。あー、チョコデニッシュも食べたいけどアップルパンも捨てがたい。んー、じゃあ私こっちから買うから、ゆうちゃんこっち半分こしよう。うん、ありがとうございました。友達という名前だけの集まりはこれまでいくつかあった。こないだの美咲ちゃんの誕生日会楽しかったよね。美咲ちゃんのママケーキ作ったよね。うん、すっごく美味しかった。え、美咲ちゃんのお誕生日会あったんだ。おめでとう。